般のスポンサーの提供でお送りします。駐車情報86でございます。梅雨が遅ればせながら関東地方にもやってまいりまして、ジメジメするようになりました。なんとなく安心するやらがっかりするやらで、今年はから梅雨かなと思ってましたが、そうじゃありませんね。自然というのはやっぱりゆっくりですが、確かに回ってるもんですね。まずホット情報は江取陽子さんから。はい、今日のホット情報は話題が2つあります。まず一つは6月20日にトヨタのスープラにタルガトップが追加発表されました。このタルガトップがついたのは3リッターのツインカムターボエンジンと2リッターのツインカムターボエンジン、そして2リッターのツインカムエンジンについたということなんですけれども、みんなついたのね。タルガトップっていう言葉あんまり聞き慣れないんですけど。そうですか。ポルシェにタルガトップっていう名前を付けられたのはタルガトップという名称では初めてだと思うんですが、ちょうど運転席の真上の天井だけが取れるというタイプですよね。でソフトトップ、ホロ型の車はね、安全の上でどうも十分ではないんじゃないか、特に転がった時にね、安全性が十分ではないというんで考え出された手法なんですがね、このタルガトップという言葉は珍しいかもしれませんけれども、はい、このやり方をした車は随分古くからあるありますよね。あ、そうですね。例えばね、国産ではね、どれが古かったかな、トヨタの800、ヨタ8というあだ名のね、あの車の、天井が取れるよね。そうですか。それでね、このタルガトップなんですけれども、1ヶ月の販売目標が、なんと月500台ということなんですけど、どうでしょう、これは。少ないと思ってるんですか、多いと思ってるんですか。いや、かなり多いんじゃないかなと思うんですけど。そう、多いですよね。この種の車ってのは本当に少量生産されるんで、貴重だと思われてるんですが、日本は何でもたくさん上手に作っちゃうんですね。これ月に500。500という、一応目標ですが、はい、達成してほしいですね。それから今日のもう一つの話題なんですけれども、ル・マンの24時間レース、これフランスで行われた5月31日、6月1日に行われたものなんですが、ここでなんと日産が完走したということなんですよね。なんとね。なんとと言ったら失礼ですね。いやそうじゃないんですよ。今年は本当になんとでね、日産はファクトリーで、エントリーしたのは初めてですよね。でトヨタはまあファクトリーじゃないんですが純ファクトリーで、やってますし、マツダも随分前からやってるんですが、いずれも完走できなかったんですね。で今年はもう完走できたもんで、大喜びで16人だったら世界中あんまり喜ばないんですよ。これご覧いただいてるのがね、3人とも社長さん、一番右側が日産の久米社長、その隣がオーテックジャパンというね、自動車を特殊な車を作る会社の社長になった桜井新一郎さん、スカイラインの設計者ですね。よく番組にお越しいただいてますね。そのお隣がね、日本のラリーでは草分けだろうというね、難波安原さん、この方はねニスモの社長さんです。で3人揃って V サインしたの。V サインですか。16位で V サインもおかしいと思ったんですがね、実はそのお孫さんにね、この格好のいい車と一緒に写ってると大層株が上がるんですって。でその時にね、お孫さんは V サインをしてないと承知しないんです。でこの写真をぜひ撮ってくれって言って撮ったんですよね。いいおじいちゃまですね。あ、そうですね。どっちかってはフォーカスに売っちゃおうと思ったんですけど、もうこのテレビで出しちゃったらダメですね。そうですね。まだ1位のポルシェとは83周差があるそうなんで、もうちょっと差を詰めてほしいですね。そうですね。でもまあ感想、はい、大したもんだと思います。はい、おめでとうございます。はい、さて本題に入りまして、今日取り上げる車は5月の19日にダイハツからフルモデルチェンジをして発売されたハイゼットのアトレーという車です。でハイゼットというのはもともとバンなんですが、このシリーズは昭和35年に、発売以来、生産累計台数は280万台に達したというんですから、ずいぶんたくさん作ったもんですね。外国でもずいぶん走っています。でシリーズの中で、これはバンの仲間なんですが、しかし最も乗用車に近い感覚で乗れる、あるいは乗用車を超えてるかもしれない部分があるんですが、そのアトレーという名前のついたもの、これは56年の4月に初めて登場いたしまして、今回が初めてのフルモデルチェンジということになります。で新型のこのアトレーには今まで2気筒だったエンジンが3気筒になりました。3気筒の EB エンジンというのがついてるんですが、そのエンジンにターボをつけて、その下級する空気を冷やすインタークーラーもついています。これで出力が大幅に上がりまして、特に動力性能が高まったと
で今日話題の中心にするのはこのハイゼットアトレー、いろいろあるんですがその中の 4WD 四輪駆動の EX ターボコスミックルーフの5速手動変速機付き、5速マニュアルの車でございます。お客様はメーカーからダイハツ工業の技術企画室の主査をなさってらっしゃる、沼田君夫さんにおいでいただきました。あ、三木夫さんにおいでいただきました。失礼いたしました。沼田さんはダイハツにお入りになられたのはいつごろですか？37年です。37年、はい、でそれからどんなお仕事なさいましたか？それから大体まあ開発関係の仕事が多いんですけども、はい、まあ、後半はあの、まあ、昔の四輪駆動でタフトという名前、今ラガーに変わっています、ね、ジープ型の、ジープ型の、ね、はいはい、その開発をやらせていただきまして、はい、それで、5年前に今この、はい、新しい車に変わってきたわけです。ああ、そうですか、はい。大きい車と小さい車ってどっちがいいものですか？やっぱり小さい方が私は好きですね。あ、好き、はい、あ、そうですか、はい、なんとなくやりにくいっていうことでいいかと思ったんですが、やっぱりその中でね、はい、いろいろと面白みがありますんでね。はあ、集大というのはどこにでも面白みを発見するもんですが、ここでコマーシャルでございます。それではいつものようにこのハイゼットアトレーの開発の狙いはどんなところにあるのか、それからこの車の特徴はどんなところかというのをメーカーの言い分として伺おうと思います。お願いします。アトレーは通勤通学レジャー非常に幅広くご愛用いただいておりますが、一層皆様方のご満足をいただけるように今回は大幅に商品力を向上いたしました。モデルチェンジをいたしました。開発の狙いにつきましては3つございます。まず第一は途半力加速力といいました、いわゆる基本性能をダントツにすることでございます。第二は乗降性居住性といった使いやすさを抜群にすること、そして第三としまして品質感をワゴン車並みにするということでございます。さて新アトレーにつきましては数々の特徴がございますが、その一例についてご紹介いたしますと、まず外観ですが空気抵抗の少ないフラッシュサーフェイスといたしました。また窓ガラスを広く取りまして、特にスライドドアガラスにつきましては上下のスライド式にいたしておりますので非常に開放感が抜群になっております。そしてアトレーの一部の機種につきましてはルーフにガラスのダブルサンルーフを設けました。特にリアはガルウィングタイプにいたしております。内装ではフロントシートを回転対座シートとしております。また機能面ではエンジンをハイパーの新3気筒エンジンを搭載いたしておりまして、特にターボにつきましてはインタークーラーを標準装備いたしております。四輪駆動では二輪あるいは四輪の切り替え操作をボタン式にしておりまして、このボタンと連動してフリーホイールが自動的にフリーロックということで切り替えすることができることになっております。まあ、その他多くの特徴を持った車でございます。きっと皆様方に十分にご満足いただけるよう、そのような車になっていると確信いたしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。で、その車に私が試乗に行ってまいりました。まあ、いつものように VTR が撮ってございますので、まずそれからご覧ください。これはダイハツのアトレー。ハイゼットアトレーというのが本名なんですが、アトレーという乗用車風に使えるバンです。もう軽自動車がこんなになっちゃっていいもんだろうかと思うぐらい贅沢なものでありまして、まずこのキャビンを、この居住空間を、ヘリコプターキャビンと言うんだそうですね。なるほど、まあヘリコプターに乗りますと、こんな風な印象のキャビンがありますけれども、ガラス面積の非常に多い、大変明るいものになっています。これは3気筒の 550cc のエンジンにターボをつけまして火球を行いまして、その火球機を途中で、冷やしてやる、インタークーラーというものをつけまして、そして、出力の向上を図っています。55馬力ぐらいネットで、
されていますから、55馬力と言わなくなりましたけれども、今までの表示で、グロスで言いますと55馬力ぐらいの出力があります。で、今まで軽自動車が何が苦手だといって、この高速道路が一番苦手だったわけです。 550cc の小さなエンジンで、高速道路を走りますと、もう力不足で、何とも降参するという感じがいたしましたけれども、この車にはそういう感じがありません。それから軽自動車といえども、全体の流れが100キロで流れているときには100キロで走らなければならない。そうでないと危険なことがあります。例えば今のような場合ですが、なんとか走行車線に戻るのには加速をして戻ってやらなきゃならないんですが、そんな時にもこのターボ付きの 550cc エンジンは、なかなか有効でして、時速100キロぐらいまでは簡単に5速のまま伸びてくれるという良さがあります。しかもこの車は四輪駆動でして、今まではこうレバーで四輪駆動にしていたんですが、この四輪駆動は上級車の小型の車と同じようにこうボタンでなるようになりました。これで四輪駆動になったわけです。このボタンを押すことで、簡単に四輪駆動にすることができます。今四輪駆動で走っています。で、四輪駆動で走りますと、どうしても機械的に出力を取られてしまいますので、外したいという時にはこれを押してやると簡単に外れます。で、そういうところも大変便利になったわけです。それからこの軽自動車に、エアコンのユニットをつけますと、この辺がいっぱいになりまして、で、もう狭苦しくてしょうがなかったんですが、この車の場合は大変そのうまくエアコンを収容いたしまして、足元が狭くなることを防いでいます。で、この設計もなかなかだと思います。何よりもびっくりするのは、軽自動車に高出力を持たせて、そして、十分いろいろな路面で、もしくはそのいろいろな条件で、対応できるというところがいいところだと思います。それから今ここにこう天井があるんですが、これを押し上げますと上が開きまして、チルといたしまして、そこから排気することができます。で、これも大変魅力的なものです。この窓ガラスはもちろん天井のこのガラスは取り外すことができまして、天井がなくなすこともできますし、日差しが強い時にはこのライナーを閉めることで日差しから守るということもできます。で、夜などはムーンルーフと言いますけれども、このライナーをこの金具を外して、取ってやることができます。まあ、非常に多様に使うことができる。で、大変ルーミーなこう明るい居室を持ったワンボックスの軽です。で、時速80キロで走っている時のエンジン回転は5速のギアで4000と400回転ぐらいです。4速のギアですと5000回転ぐらい、3速でも80キロまで引っ張ることができますが、これはもうレッドゾーンに飛び込んでしまいます。ところがこのエンジンはもう恐れ入ったことに、このレッドゾーンへ飛び込むほど回してもトルクが急激になくなるということがありません。そして私は長いことこの車の古いもの、今から3年ほど前に売り出されたものに乗っていますが、高速道路では大変やかましくて、
とても長時間乗っていられないという欠点がありましたが、この車はそんなことはありませんで、比較的静かに走ることができます。エンジンの音も静かになりましたし、変速機の音も静かになりました。これは四輪駆動の変速機のトランスファーというものがありまして、四輪駆動の場合には変速機の脇からもう一つ軸を取り出しまして、本来主に後輪へ駆動力を伝えているのを前輪にも伝えるようにするわけですが、その仕掛けを改良しまして、これに無駄動きをさせないようにしてあるせいかもしれません。で、四輪駆動にいたしましても割合に静かです。今ちょっと四輪駆動にしてみます。これが二輪駆動の音、四輪駆動にします。四輪駆動になりました。わずかに足元でいやーという機械音がいたしますけれども、それ以外は騒音が増えません。この辺も大改良を行ったということがよくわかります。最高速が80キロ、まあ玉坂必要で、追い越しをするなどで加速は欲しくても、まあ時速100キロまでが実用範囲のものですから、出力そのものは大して必要といたしませんが、できればトルクが大きければ大きいほどいいというものだと思います。特に四輪駆動の場合にはトルクが大きいほど有利であるというふうに思います。で、その点では旧型のアトレのターボ付きのエンジンは4速で、40キロで走るのにもちょっとトルク不足を感じました。まして5速で40キロで走るということは大変困難でしたけれども、この車の場合はそんなことがありませんで、街の中の制限速度40キロを守って走るのに4速でも3速でもギクシャクせずに走るようになったということは、大層使いやすくなったということに通じるだろうと思います。もうこうなりますと軽自動車という感じではありませんね。小型車により近く使うことができます。けれどもこんなことを大声で言いますと、きっと大蔵省がこの車からももっと税金が欲しいと言い出すと思いますので、あんまり言わないことにしたいと、思います。ダイハツのアトレーのワンボックスを坂道へ持ってきました。もう今までのターボ付きの 550cc の2気筒のエンジンがついたんですが、今までの車ではこんな坂道をこんな調子にはとても登らないものでしたけれども、今度は大したものですね。もうトルクがあるせいでしょうね。もうほとんどこの山坂道苦になりませんね。で、人間っていうのはこう贅沢になり始めるとキリがないところがありまして、これでパワーステアリングだったらいいななんて思うようになりますね。パワーのあるというのはこういう小さい車、まあ 550cc に限定されているエンジンなんですから、パワーを出そうとすれば、下級をするしかないんでしょうが、こういうものについての下級というのは非常に効果的なものですね。ただ下級機をエンジンにつけますとどうしてもコストが高くなるのが泣きどころなんですが、しかし軽自動車でなければ、持ちにくいという人のためにはこういう手段もなかなかのもんだと思います。で、ハンドルはやや重くて、カーブなどでは反力があります。ハンドルがまっすぐに戻ろうとするところがありますね。で、それさえなければ本当にいいもんだと思いますね。しかし軽自動車としては驚くべき性能だと思います。日本の車はだいたい4年に一度5年に一度ぐらいにモデルチェンジをいたしますけれども、技術の革新が4年間で随分違うもんだと思いますね。で、こうなると、いろいろな意見があります。車は8年間ぐらいモデルチェンジしない方がいいんじゃないかという意見もありますが、
しかしこういう事実や結果を見てみますと、モデルチェンジはできるならばした方がいいという感じもいたしました。ところで燃費でございますけれども、やっぱり仕事をたくさんさせると食うも楽いますね。この車は12キロちょっと切る 11.9 キロ、1リッターで走っていました。大事に走れば15、6キロかなという感じがいたしました。それじゃあここでコマーシャルでございます。沼田さん、いかがでございます。もう長いお付き合い、ぶしつけのまま、よろしくお願いいたします。ところでしかし4年で随分変わるもんじゃありませんか。移動と技術は先ほどおっしゃいましたようにですね、4年もですので。本当ですね、とにかくびっくりしましたけれども、この新しい3気筒のエンジン、これは、ミラーだとか、それからクオーレに乗せているエンジンと同じですか。基本的には全く一緒でございまして、はい、今非常に市場で好評いただいておりますハイパーのエンジンでございます。でそのエンジンをですね、このワンボックスにちょうど非常にジャストフィットなように一部ちょっとスタントをするとかですね、あるいは低速の方に少し、パワーを出すとか、いうようなベストなアレンジをいたしまして、それで搭載したものでございます。ああそうですか。はい、今までの車にも2気筒のエンジンにもターボをつけたものがありますが、はいはい、あれに比べると同じ排気量でどうしてこんなに違うんだろうと思うぐらい、トルクの出方が違いますね。非常に基本のエンジンが非常に性能が上がっていることが一つとですね、それから今回インタークーラーをつけましたので、はいはい、その効果が非常によく出ておりまして、その両方でですね、ハイパーになっておりますね。インタークーラーってのはそんなに効くものですか。はい、このちょうどエンジンがですねシートの下にございまして、はい、エンジンルームがかなり今熱くなるわけですね。はいはい、でそこで狭いからですね、はい、風がなかなかうまく通らないという問題がございますので、はい、それでぬくい空気を吸いますとどうしてもパワーが落ちますので、はい、そのあたりでインタークーラーをうまくこうつけましてですね、それで空気を冷やすことができましたもんですから、その下級機用のインタークーラーのラジエーターはどこに付いているんですか。これはですね、はい、目内ですか。そこ目内ですね。この穴からですね、はい、ちょうど吸いましてですね、はい、これはちょうどフレームの中を通りまして、トンネルになりますね、はい、でそこから途中からうまく空気を抜き上げまして、はい、でそれをインタークーラーに巻くと当ててやるというような機構なんです。もちろん真冬になりましてですね、はい、温度が15度以下になりますと、はい、これはうまくピャッとこう閉まりますので閉まりますので、冬場は逆にその枯れになると、なるオーバークールになるということはないわけです。なるほど。今度冷たすぎる空気を入れても送ってやってもいけないっていう、そうなりますね。そこあたりは自動的に切り替えるようにしておりますので、非常に便利になっているんじゃないかと思いますね。そうですか。はい、しかしいちいち従来の車と違っている点を挙げなさいっていうところはまあ多すぎるんですが、点数にして何点ぐらい、従来の車から変えたところがあるんですか。そうですね、もう今までのですね、はい、いい点はそのまま残しましてね、はい、従来からやりたいことは随分やりましたね。例えばですね、この前々から申しますと、このフロントのこのガラスですね、はい、全体的に非常に大きくなりましたね。前三尾さんからも非常にこう上げるようにというご意見をございましたけれども、はい、今回は十分思い切って一つ上げましたんで、はい、前方の視界が非常に良くなってますね、はい、それから非常にこれをですね、ぜひご覧いただきたいんですけれども、この窓ですね、従来はこの引き違いになっておりましたけれども、はい、今回はスライド式にしましたんで、ね、はい、後ろに座っていただいても速報の視界とか非常に陽子さんちょっと手空いてますね。ちょっと来て、これがね、こうちゃんと踏んで上がってくださいね。ちゃんとそうなってます。はい。ちょっと窓を開けたってしてみてください。本来このタイプの車ってのは引き違いで、襖や障子みたいにこういうふうに開くのが多いですね。そうそうそう、はい、で、今度はこれをこう上下のレグレーターで上げたり下げたりするようになった。はい。これですからですね、座って外を見ていただきましてもね、はい、従来何のその障害もございませんので、開放感抜群である、はい、それから子供さんがね、子供に会った時に、はい、非常に危険であろうということで、はい、ロックを実は設けておりまして、こうやりましてですね、はい、このボタンを押しますとね、はい、これが
こう下げましても、こうで自動的にあのストッパーが効くということでございますので、実は伺おうと思ったんですが、ここから子供が首を出してるのを知らずにやるやつはいないでしょうけども、まあでもおしゃべりからかしながら、パーンとこうやっちゃいますとね、これ気持ちにしちゃうじゃないかと思って、実は心配してたんです。ガラスを曲がらないように、ここでストッパーをやりましてね、しかも子供さんがあのいたずらされないようにということで、わざわざこの側面にですね、絶対に走行中には手が入らないこの部位に設けておりますので、まあ穴ぼこ起こって、この中にボタンを、ですから下に押しておいてこうやるとですね、それで引っ張ると、あの出てまいります。押してこうやるんですね、下に押して引っ張りますと、あの出るようになってます。それで、今度は窓ガラスが上下できるようになってると。で、随分そのそれからステップが格納式になってますね。これがですね、あれなんですね、あのお年寄りの方とかですね、特にこういう車はあの小さいお子さんがですね、おられる方がよくお使いいただく車でございますので、そういった方も後ろに乗り入れがしやすいように、また奥さんがですね、タイトスカートを履いたり着物を着られたりした場合、非常にあの乗り降りがしにくくございますので、そのあたりも安心して乗っていただけるようにというようなことで、こういうオートステップを設定、お嬢様もあの乗り降りがしやすくなってると思いますんで、とこういう具合に降りられます。そうなんです。なるほどね。それから椅子が多様に変わって、今度はこんな小さい車なのに回転体感になるんでしょ。これはちょっとしかし難しいやり方を沼田さんしましたけれども、いやそうですかね、私はそう思わないんですよ。そうですか。それでは、設計者の責任のもとに一度やっていただきます。はい、操作は非常に簡単ですね。はい、あの横にこう目印がございますね。あの目印がございまして、はい、その目印のところまでこれを若干スライドするわけなんですが、それで、このチルトをですね、回転するときには、一番上にこうやって、それでロック出しますとですね、そうすると、ちょうど回転しましても、この後ろに当たらないと。なるほど。それで、これを上に上げますとですね、それで、これを前に倒してやると。こうしますと、ぐるりとこう回転することができるわけですね。なるほど。で、こうしますと、完全に後ろが向ける。ただこれ注意いたします人が、あの注意することはですね、これを回転いたしました場合には絶対に運転してはいけないと。まあ運転できませんからね、ございますので、実的には、で、運転席の方から回転しないといけないと。ああなるほど。そうすると、これを先に後ろ向けてからそっちは後ろ向かない、あの手順がございまして、運転席の方から回転して運転できるような状況では、あの回転滞在にならない、ならないわけです。でこうしまして、今度あとは、あの助手席の方を前にスライドしまして倒しましてですね、先ほどと同じ手順で回転すると、どっかストッパーがありますよ。これをあの実はマニュアルを読まずに、取扱説明書を読まずにうまくやってやろうかと思って、やったんですが、いやどっかにねストッパーがありましてね、それを外すんで、ございました。ちょっと、はい、あの自信がありませんけど、はい、分かりました。それと、まあそれじゃあこう椅子は、それから前にここに大きな山がありましたけどね、今度山がなくなって、すんなりしたものになりましたね。今度はね、あの前のモデルはですね、今おっしゃった足元が どうもその窮屈だというようなことで、徹底的にオプションということで、エンジンの位置を少し前へ寄せましてね、その分だけラジエーターをあのフロントパイルの下に持ってきまして、約130ミリですけども、エンジンを前へあのスライドできましたので、ご覧いただきましたように、非常にほとんどフラットに、状態にすることができたんですね。しかし前に伺った時に、これなんとかなりませんかったら、こんなもんなんともならないっておっしゃったでしょ。4年経つともうインドのできないよりすごいですね。まあ、いろいろと反省しながらあの改良いたしますもんですから。そうか、いやいや、なかなかの、手腕で驚いておりますが、今度はこのキャビンエリアが入るんですね。キャビンの何て言いましたっけ、もう一つ名前がありましたね。コスミクルーでこうガラスを使ってますね。はい、こガラスってのは重いもんでございましょう。そうですね、あのフロントが大体7キロぐらいですかね。後ろこのガラス板7キロ、7キロですね。大体これが5キロぐらいだと思います。5キロが左右にあるわけですね。左右から5キロになります、ね。17キロ、そうでもないですね。あの開けてみますと意外とね、あの軽く
かけられると思いますよ。そうですか、はい、でこの車の全体の重量は800キロ超えますでしょ。そうですね、大体820キロぐらいございますかね、ですから昔の小型車、そう大体大衆乗車クラスのですね、1300cc クラスの重量に匹敵しますので ね、でこのガラスなんですが、なんとなくこういたずらされてですね、なんかこうコチンと物が当てられると割れるんじゃないかというね、一緒んじゃないかと思うんですが、その辺はどうですか。これはね、あの強化ガラスでございますので、はい、ちょうどあのフロントウィンドガラスと同じようなですね、あのものを使っています、はい、で特にフロントにつきましては5ミリございましてね、はい、後ろが 3.5 ミリございますけども、はい、少々こいつをいたずらしてもこれが割れるんであればこの辺りの周りのガラスが全部割れますのでね、ですからそういうご心配は一切ございませんですね、ああそうですか、まあ考え事たいことはたくさんあるんですが、今度は四輪駆動がとっても簡単になりましたね、そうですね、そして今までの四輪駆動は、今までの四輪駆動は四輪駆動をかけていないときに、共回りする仕掛けがあると燃料食っちゃうからってんで、ここでこうフリーにしたり、ロックにしたりして、前輪にフリーホールハブですね。そうです、今度はワンタッチで、いっぺんでやっつけちゃうんでしょ、今度はですね、あのスイッチを押しますとね、四輪駆動にあのトランスファーがですね、二輪から四輪になると同時に、これがですね、ロックになるんですね。それで外すと自動的にまたフリーになる。フリーになる。もう外で降りる必要はない、で走行中にそれが自由に切り替えできますので、非常に使っていただくお客さんには便利じゃないかと思いますね。私 の古いのにこれだけなんとかなりませんかこれはちょっと無理なんですよね、申し訳ないです。全然違います。全然違います。はあ、基本的にですね、ギアの音が静かになっちゃいますしね。そうですね、もう全面的に改良いたしましたんでね、しかし随分高くなりましたね。お値段だけを見られますとね、高いように思われるかもしれませんけどね、しかし今ご説明しました以外にもですね、随所にいろいろと面白い機構を入れましてですね、買っていただいたお客さんにはね、大変便利な車になっておりますんで、ね、そうですね、そういう意味ではね、私は決して高くはない、逆に今までなんかね、軽乗車といえば安い車であるというようなですね、一般のお客さんがね、乗っておったユーザーはですね、なんか安い車乗ってるんじゃないかと、いうようなイメージ見ておられたかもしれませんけども、それは間違いないんですか。これからはですね、これは非常に高級車であるんでね、ここに来るとまたこの力があるんですが、高級車でございますんで、逆に今度はね、イメージリーダーかと言いますが、ステータスシンボル的な車にね、これからはこういう車でもなるんだと、その走りが超えたというように私は考えております。そうですか、と作ってる方は言ってますが、やっぱり使う側になればまずは値段からっていう感じがしますがね、値段見て納得ができてそれでいいから買うと、これは消費者の心理だと思うんですが、沼さんそういう心理もあるというのをぜひ。ああそうです、分かりました、はい、今度はもう少し安くってと思って喜びます。いや、まだまだね、安い車はいくらでも下のクラスがございますので、まだそっちの方もよろしくお願いします。あ、そうですか、どうもありがとうございます。なんか押しまくられたっていう感じですが、コマーシャルでございます。ハガキをたくさん頂戴しております。みんな、ディレクターやプロデューサーからのお言葉だと思って読んでおります。今週はちょっと少なかったんです。それで2時間半ほどで読み切りましたけれども、中に入るからと思っても頂戴しております。これは横須賀市ですから、これ神奈川県ですね、横須賀市双葉2丁目の小園智彦さんという方からいただきました。K のワンボックスについてですが、あれはある程度スピードを出していて急ハンドルを切ったとき、タイヤが滑ってしまうのか、または倒れてしまう危険があるでしょうかって言うんですがね、何もこう K のワンボックスに限ったことはございませんでね、背の高いもの、まあこの頃よくひっくり返るのはあのトラックですよね、2トンぐらいのトラック、ちょっと加速さえして、重心を高くして、高速道路でよくでっくり返ってますよ。で、どれでもひっくり返るんです。この頃乗用車がひっくり返しにくくなったんですが、大抵のものはひっくり返るんですね。それでひっくり返らないようにするのには、実はそのホイールが車輪が小さくて、そしてタイヤが滑っちまう方がひっくり返りにくいんです。ですがタイヤのグリップを良くしてやると、背の高いやつは、コーナーを高速で入っていってブレーキなんかかけながらハンドルを大きく転打してやるとわけもなく転びます。転び方いくらでも教えて差し上げたいんですが、あんまり転ばないのがいいんじゃないかと思います。これは大宮市深作というところの八木橋雄二さんからいただきました。
四輪アンチロックブレーキについていかがお考えでございましょうか。私はこれからどんどん普及していくべきだと思いますと書いてあります、私もそう思っております。高いですねあれね。輸入の四輪アンチロックの高いものなんでびっくりしますね。2000ドルぐらい高くなるのはザラですよ。でなんとか日本人ってのは知恵があることになってますから、エンジニアの尻を叩いて安上がりで、効果的な四輪アンチロックってのを作ってもらいたいですね。ところが四輪アンチロックにも泣きどころがありましてね、例えば砂利道のようなボールベアリングの玉の上を走って歩いているような時に踏むとですね、これはロックをしないと止まらないところがあるんですね。それでダーッといつまでも止まらないでいってタチキンなんかぶつけて止めてる方がいるようですが、四輪アンチロックってのも難しいもんです。これはですね、群馬県太田市の小林正明さんからいただきました。最近の車についてなのですが、やたらと太いタイヤを履いて標準でも215、60、15などというタイヤがありますと、車両重量や路面抵抗から言ったら細い方が良いと思うのですがどうですかというお尋ねです。確かに路面抵抗には細いタイヤ、接地面が少ないタイヤの方が路面抵抗は少のございます。ですから競輪用の自転車はマウンテンバイクのような太いタイヤは履かないわけでありますね。あれは人間の力にかかるわけですから、どうしても遅くて軽いやつの方がいいというわけです。しかし軽すぎてもいけない、ほどほどのところというのを見つけ出さなきゃいけないので、タイヤを選ぶのはなかなか難しいわけですね。しかし太くても、扁平率の高い車、目方にはあんまり差し替えはないようですね。ところで果実、この番組で、私どもがパルサーを取り上げたときにパルサーの傘の入れるところがなかなか洒落ているという話をしたんですが、そうしたらまあ同じようなアイデアがたくさんいただけたわけです。で視聴者の皆さんが今まで車について抱いている不満、それからこうしたらいいんじゃないかというようなところがたくさんあると思います。そのアイデアを募集しようと思います。ご褒美は自動車メーカーからもらってこようと思います。このテレビ局は出さないと思いますね。でプレゼントコーナーです。はい、新車情報86回のプレゼントです。自動車専門誌のモーターファン、モーターマガジン、月刊自家用車、カーグラフィック、ドライバー、ルボラン、カミオン、ゴーグル、カーセンサー、ナビ、カートップ、クルマニア、以上12社の中からご希望の雑誌を抽選で120名の方に3ヶ月間無料でお送りいたします。続いてのプレゼントはこちらです。全身に満ち足る快感を教えてくれるダントツサーブのニューアトレの発売を記念して、ダイハツよりボールペン屋さん1点などご投入に使えるオリジナル懐中文具、Tソファーを10名の方にプレゼントいたします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の雑誌名、またはTソファーとお書きの上、住所、氏名、電話番号、番組に対するご意見、ご感想を添えてご覧になった時までお申し込みください。なお、先ほど三本さんからお話がありました、車作りのアイデア募集の宛先もこちらでお願いします。たくさんのおはがきお待ちしてます。来週のこの時間は、ラルゴ、バネットのラルゴという日産の食パン型の乗用車を取り上げようと思います。今横田が持ってますが、フリップちょっと見にくいかもしれませんけれども、アイデアを皆さんからお寄せいただきたいと思います。野間さん、いいアイデアがしたらぜひ使ってください。ああ、またぜひ教えてください。それでご褒美差し上げてください。お願いします。約束していただき